つかもうぜ、琴美のハート、世界で一人の俺の女、つかむわよ、まさやのハート、世界で一人の俺の男、この世にはでっかい愛がある、そうさ今こそアドベンチャー。はい、ということで始まりました、森田雅也の今日も元気でメンズデーナイト。はい、ありがとうございます。今日、メインパーソナリティを務めさせていただきます。今音楽入った、これ今音楽入りましたね、これあのこのすいません、あのメインパーソナリティの森田雅也と言います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これ始まるほんと十数秒前までこのイヤホンがここにめちゃめちゃ絡まってたんですよ、ここで。でそのスタッフさんと一緒にめちゃめちゃ焦ってて、こうやってやばいやばいやばい、10番10番9、8ってなってる中、ここで BGM がかかってしまう。まあまあまあ、こういう失敗もね、ありながら、今後やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。この番組はですね、水曜日の夜を元気に、していこうということでございまして、森田雅也がですね、皆さんの親を、すいません、お悩み相談、などですね、メッセージなどを、いろいろ読んでいきまして、まあ、トークテーマもねご用意いたしまして、いろいろやっていこうという番組でございます。まあ、あのさっきの最初の歌は中学校の時の僕が好きな女の子いたんですけど、その女の子のに送った歌なんですよね、さっきのやつ。もちろん振られましたけど、さあ、まあ、そんな感じでね、やっていこうと思いまして、今日ね、待ち合わせね、昼にこのラジオの、まあ、スタッフのさんと待ち合わせしてたんですけど、なんか宗教のそういう団体かな、そういう団体の方になんか声かけられまして、あ、止まりました、声かけられまして、それでなんかめちゃめちゃ聞いてきたんです。まあまあ、そういう話ねしようと思っていたんですけど、で僕的に宗教の方ってすごい怖いイメージあったんですよね。でなんか他の国とか、なんか何食べたらダメみたいなのあるじゃないですか。だから好きな食べ物聞いたんですよ。したら寿司とステーキって言ったんですよ。めっちゃ普通、めっちゃ普通の来て、まあそういうことで、本編、始めていきたいと思います。一旦 CM です。はい、今日はなんとですね、ゲストにもぐもぐパクパクの平本元気さんがいらっしゃっておりますなんとじゃないよ、これ選手も来てたわ1月はね、ずっとゲストということで、じゃあのさ、はいはいはい、そこ聞いててんけどさ、そこ そこですね、バタバタしすぎいや、本当にこんな歩かってくらいバタバタしてましたからねめっちゃバタバタしてたね、十数秒、だからもう本当始まる5秒前ぐらいまで、そうやばい、先輩に怒られる、先輩に怒られるっていや、面白かったよ、面白かったっすけど、見てて面白かったよ。まあ、で無事始まったんでね、まあね、まあ、早速ね、やっていこうと思いまして、はいはい、コメントとか来てますか、来てますよ、2回目って言って、あ、そうそう、2回目ね、あと、まさや気合入ってるな、気合入ってますよ、それは、こんばんは、こんばんは、これからも、ね、どんどんコメントくださいね、皆さんね、はいはい、そうですね、ぜひぜひ、なんかさ、俺、今日初めてさ、俺、はい、このアプリを撮ってみたんやけどさ、はいはい、なんか、ワロスポイントっていうのがあるの、今、あ、ワロスポイント、なんかそれが多かったりとか、はい、視聴数が多かったりしたらランキングが上位になるみたいな。あー、なんかランキング見たんですよ、僕、そういえばアプリで7位になった。そうそうそう、みんなだからすごい、今ワロスも1944、あ、なんかこれがすごいのかどうか分かんないんですけど、でもまあ獲得できるならもっと獲得したいですよね。そうやね、なんかこれは、うん、無料でもらえたりもするんでいて、はいはいはい、有料で買えたりもするらしいから、はいはいはい、覚えてたことがめちゃくちゃ好きだったら、はい、ちょっと買ってみようかなみたいな。それ本当に欲しい本当に欲しい。まあでもね、これからどんどんやっていきますから、まあ、チャンスはね、まあ、1位とかになったらもう仕事めっちゃ来るんじゃん、はい、いやもうだって 初登場が7位でしょ。そうです、もう上がっていくしかないやん。そうですね、こっからこれ1位とかになったらもう時代が、2回目で1位になったらすごい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 、いや、まあさすがに無理やろうけど、この3ヶ月ワンクールの間にベスト3目指したいよね、はいはいはい、そうですね、ここまで来たらね、だからもう10年後もやってる可能性ありますしね、1位取ったらここで1位取りすぎてもう11位になってるって、もうここのボスみたいな、まあまあまあそんな感じでね、まあいいよ、頑張ろうよ、頑張りましょう、7位すごいねとか、7位すごいとか、7位すごい、なんか7位すごいってほら、元気さん疲れてます、なんで疲れてないの、疲れてない、移動距離半端なかった
どういうことですか、移動距離半端ない。だからあのいろんな県をまたいで今日たどり着いたプラス、はい、あとさっきのあのなんか鬼から逃げるみたいなゲームじゃさっき脱出ゲームやってたんですよ。そうそう、新宿にある、そう、鬼から逃げるみたいなやつやって、はいはいはい、もうほんまもう成功使い果たしてほんまに。じゃ あれスポーツですよ、脱出ゲームじゃなくてスポーツ。なんか脱出ゲームですよね、なんか鉄砲に撃たれたらダメみたいな脱出ゲームがあって、そうそう、で最初やるんですけど、まあ僕たち脱出ゲームが下手まあ下手で、今日2回目、先週もやったんですけどで、まあいくつかこう何個かあるんですね、あれいっぱいあったね、やる内容というかゲームが何個かあって、うん、まあ先週行ったのはもう一番簡単なやつ10分でもう謎、まあ、2、3個解いて牢屋から脱獄するみたいなやつだったんですよねで、牢屋脱獄されてなんか指示が来るんですよ、お前らここをこう開けてみろ、ヒントだみたいな、でそれにこう沿ってやっていくんですけど、そうそうそう、で牢屋の外にスタッフでなんか監修がいて、うん、お前らごそごそ動いてねえかって言って、まあ、阻止しようとしてくるみたいな感じなんですけど、そう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 、まあ僕たちは下手くそで、うん、俺らの前に一人立ってたもんな、ずっとなもう教えてくれるな、監修が普通ではありえない、うん、お前らここをこうしろって監修が言ってくるっていう、ヒント野郎がずっとおってたそのヒント野郎をの話聞いてやったとしても、はい、俺ら脱獄失敗して、脱獄失敗してで失敗した方と成功した方で出てくる出口違うんですけど僕たち出てきた後に2分後ぐらいに、まあ、外国からの観光客の方がおいって出てきたんですだって俺らの出口から出てきた人、はい、いなかったもんね、いなかった、1人もいなかったで今日もさ、はい、始まる前にさ、はい、これとこれはやったことあるんですよ、あって聞いたら、そうですね、スタッフさんが、はい、もちろんクリアできましたよねって言った時に俺らがいやクリアできてないですって言ったら絶句してたもんね、マジでみたいな、誰でもできるやつやでみたいなテンションで次どれいけますみたいな、どうしようみたいなで、まあだから先週悔しかったから満を持してやったら、うん、だ今週もダメで、だまた来週っていうことですよね。そうやな、うん、もう俺らはもう脱獄マスターになるしかないもんな、いや一回もできてないですよクリア来てるよ、あ、コメントお願いします。今日もいい感じですね。モーツァルト、岩さんから。あ、モーツァルト、なんか芸人みたいな名前。絶対芸人みたいな。マミンゴさん、森田さん、作でみんなで見てるよ。はい、あ、完全にバイト先っすよ、僕の。はい、すごいやん、バイト先の人見てくれてんだよ。見てるみんな、うん。頑張れーって。ありがとうございます。仲良さそう。はい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 。店員さんを困らせるお二人なんですね。いや、違うで、ほんまに。はい、違うね、ほんま、俺らほんまアホよな。いや、マジでアホですよ。芸人やってるから多少頭いいかなって思って、いや、結構だから自信あったんですよね、だから入る前。そうそう、こんなの誰でもクリアできるだろう的なテンションで入っていって、まあ、まずは正直最初難しいところ行かずに簡単なところでねやろうって入ったらそれもクリアできないその次のなんか15分ぐらいのトイレに、そうそうそう、トイレこもって違うトイレで個室でおって、あ、そう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 、2人で協力してやるゲームがあってな全く協力せへんかったもん俺ら。なんか最初に説明でトイレの近くに通る、まあ、監修みたいな、まあ、人に絶対話しかけないでくださいみたいな、用務員さんな、用務員さんに話しかけないでくださいと向こうもまあなんかそういうヒントじゃないと話しかけてくれないみたいなやつだったんですけど、もう僕たち下手すぎてもう窓を開けてここをこうしてくれみたいなそうそうそうじゃあ脱出ゲームに俺らだけ出遅れてたよな。なんか結構同じ部屋がいっぱいあって、まあ他のユーザーと一緒にスタートするんですけど、もう圧倒的に遅かったのか、もう全くね本当にうまくいかなかった。いや大変や、いやあれでも面白いよね、すごいよね、そう今の新宿にあるんですよね。そう、今の脱出ゲームってやっぱすごいなって思った、うん、いや全部やりたいなって思ったもん。いやじゃあ気が早いですね、もうやめましょうよじゃあ新たな挑戦するのやめましょう今日も。だからちょっとずつクリアしていく、今日もだってちょっとずつクリアっていうか、あれ10分たら死ぬじゃないですか、鉄砲打たれて。死ぬ死ぬ。追加で800円いるんですよ。そうそうそう、800円払ったら10分復活できますっていうやつにまんまと僕たちはまって5、6回課金してたってでクリアできなかった。やばいっすよ本当に。まんまとやな、もうまんまやな。いやいや、策略にはまってるから、まんまやな、まんまと、ほんまにハマったね。いやいやいや、本当にね。まあそんなことありましてね。まあまあ今日のじゃあちょっと流れました。今日のテーマは、今日のテーマは、はい、新元号マジで予想しようのコーナー。はい、まあ皆さん知ってる通りね、4月から5月からか、新元号がね
決まりますけども、4月に発表されるね、4月に発表されるね、5月から、ね、そうですね、うん、そう5月に、だからそ、はい、5月からの言語で多分当てれた人っていないと思うんですよ多分、うん、だからそれマジでマジで当てちゃえということで、だからこの先週放送終わって僕1週間このお題でやるってまあ決めてたんで、自分の中でめっちゃ考えてきたんです僕1週間。へえ、明治大正昭和平成ってきて次何かって、なんかあれ法則性があるみたいなんですよ、なんか漢字のこの漢字がよく使われてるとかこういう意味とか、そうだよ、あるみたいなんで、まあそれをこう皆さんと一緒に予想していけたらなと思ってる。え、ここででもさ、コメントももらってさ、はい、マジで当たった人おったらすごいよな。いや、なんかあげたいわ、もし当たった人おったら。なんか当たった人いたら俺らが脱出ゲームで貯めてるレシートこいつらこんだけ金使ってんねやと思って。多分3ヶ月後に山ほどありますよ多分。えぐいほどあるっすからね。こいつらこんなに人使ってなんかワロップグッズみたいなないんすか、なんか作ったらいいやん、この番組のグッズ。そうっすね、森田雅也の今日も元気にウェンズデーナイト缶バッジ作ったらいいやん。そう、缶バッジとかなんかボールペン、タオル作りや、いいやん。で、スポンサーになってくれたらそれ投げたらいいやん。あ、いいやん、それ一枚だから、スポンサーになって皆さんだからいいや、グッズ作りや、グッズ作りましょう、だから、うん、グッズ計画、グッズ計画いいです、ね、だからまあ何が欲しいかとか、まあ、クラウドファンディングみたいなもんね、だからあ、みんなで作り上げて出資してくれたらその分返すよっていう感じ。いいやんか、欲しい欲しい、じゃあ本当にやりたい、それはいいやん、それやっていきましょう、本当に。もう新原稿めっちゃ来てるで。マジっすか、めっちゃ来てるわ。とりあえず次のあれか、次のクール、次のコール、次のクールって3ヶ月後これ3ヶ月発表せへんの、3ヶ月後の企画なんですこれ、あ、これ発表せへんのこれ今日、はい、こんな来てんのに。さ、ここは一旦話置いといて3ヶ月後のクールで発表なんですよ次のコーナーで発表してよ。いないじゃないですか、斬新な人こんな。じゃあ次何すんのよまあすることないんですけど、そんなこと、そんなことしてるからは脱出できへんの、ね、いや一緒やん自分だけまともみたいなやめてもらっていいですかでもほんまに走ってあかんって言われてる。走ってあかん、大声出してあかんって言ってるのに、はいはいはい、まあ走る、まあ大声出すから。いやだから汗めちゃかいだろスポーツまあまあまあ、まあ、募集してますよね。募集してますから、はい、まあ次のね、一旦 CM 挟んで次のコーナーで言語を一緒に予想していきたいと思います、はい、では一旦 CM の方お願いします。はい、ということで、まあ、言語予想ねこれからやっていくんですけども、はいはい、その前にちょっとメッセージがたくさん来ておりますんで、ね、まあ、あのメッセージ今から読みますけども、その間に皆さんコメントの方にね、あのこちらのワロップのアプリの方にシャシャッと、どんどん入れちゃってください、お願いします。はい、まずはラジオネームリポビタン D 先生から。野球はどこのファンですか。野球はどこのファン、はい、僕巨人ですね。そうなん。もう一筋、もう堀内監督の時から巨人。西俊久とか新岡とかの時から巨人、そうだ、知らんかった、はい、ラジオネームリポビタン D スーパー先生さん、同じ人でしょそれ絶対。 J リーグはどこのファンですか。 J リーグサンフレッチェ広島でございます。名古屋グランパスですそこ名古屋ないラジオネームリポビタン D ゴールド先生。いや、おっしゃ、絶対一緒の人やん。いくよ。さて来週のサザエさんは。サザエです。最近髪の毛の上の束が3つになってしまいましたあいつもどうすればいいでしょうか。あいつ3つちゃうかってあ、いや違う、このブロックのここが3つになってこうあったやつがこう5個になったってことね。トレードマークがみたいな。なるほど、うん、じゃあいきます。ちょっとラジオでも書いてないですけど、はい、森田さんはじめまして、はい、初めてラジオをご視聴させていただきます。ありがとうございます。森田さんのファッションセンスなどがすごく好きです。いやもうありがとうございます。これがラジオを視聴してより森田さんのことを知れたらいいなと思ってます。頑張ってくださいやって。めっちゃいいやん。めっちゃいいコメント。めっちゃファンやん。ただ嬉しいっていうコメントなんですけど、それてかめっちゃメール来てんだよお前。この人毎週お願いします。それ森田くんこんばんは。はい、こんばんは。ラジオ初回放送、あ、これ初回のやつやね多分。あ、これからも東京で活躍期待してながら応援しております。頑張ってください。うわ、すっごいありがたい、ありがとうございます。あ、来ました。はい、森田正也さんいつも応援しています。はい、お悩み相談でございます。お、好きな人ができたので告白したのですが、はい、相手はちょうど別れた時で落ち込んでたので振られましたが、ちょっと後にすぐ新しい人ができたんです。その恋人のことを聞くと、彼は元恋人がまだ好きだけどそれでもいいって言ってくれて、好きって言ってくれたから付き合ったと聞きました。私の中で、え、なんでって疑問が湧きました。私は負けないくらい好きだったからです。どうしても好きなので恋人がいるのを知ってて2回目の告白をしましたが振られました。どうしても忘れることができない。どうすればいいでしょうか。その人とは友達でもあるので日頃からメールする
する中ですと。だからあの落ち込んでたから、はい、その振られたばっかり、はいはいはい、振られたばっかりから、はいはい、あ今告白したらあかんねやなっていうオーダーを出されたから、ね、はいはいはい、せんかったら、はい、ちょっと経ったら違う女の子と付き合ってたんよ。 あのお前の悲しみは一体何だったんだと。え、男がですか？男がやろ。違う女と付き合って、 その方は女ってこと、女性の方ってことですか？いやもうちょっとそれは分からないですねこんな進まないことあります？メッセージ。私って書いてるのが女の子。あ、女の子。多分あ、なるほど。だから逃したってことですよね、付き合うチャンスを。そうやな、だから遠慮しちゃったんやろうね。いやもうだから嫌って言われるまでもっとアプローチしましょう。それが一番大事。あの嫌われるまで。そうです。その人からの中から消えるのがダメですから、印象がね、うん、絶対ダメ。諦めない心。諦めない。もう本当に夢を諦めないで。本当になんか知らましょう。岡本孝子さんのメッセージ次行きましょう。はい、森田雅也の今日も元気にウェンズデーナイト、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。ヤクルト先生です。こんにちは、いつも聞いてます、はい、悩みです。私は毎朝仕事に行く際電車を使うのですが、満員電車が嫌すぎて普通電車に乗っています。はい、そのため通常の1時間早く家を出なければならないのですが、はい、これが辛いです。どうしたらいいでしょうか。あー、なるほどなるほど。満員を我慢するか、はい、早起きするかみたいな。いや、ね、それはでも早起き結構辛いから、うん、あの僕的な満員電車のコツあるんですよ。なんか、うん、あのサラリーマンって絶対多いじゃないですか。サラリーマンって我先にバーって乗ってくるんで、うん、あの当たったらめっちゃでかいこうリアクションでうっってこうやってやるんですよ。うわって何をしてるのずっと君あのラジオだけ聞いてる方は分かんないですけど、映像で見てる人は分かると思うんですけど、ぶつかったらすごいぶつかられたぐらいのリアクションしたら、こうみんながこうえっみたいになる、はいはいはい、被害者みたいになるんで。なるほど。不思議と自分の周りにこう来なくなるんですよ。あら、自分の周りにさらにどんどん空いていくってこと。どんどん空いていくから、被害者ずらしたらいいってこと。自分だけ快適な電車乗れるこれマジっす。いや、はい、もう我慢してくださいよ冷静に。いや、もう我慢してくださいよ。あ、もうそれ結構きついっすね。どっちかですよ。もう早起きを我慢するか、もうその電車を我慢するか。知らねえよって話です。そうです。じゃあ次行きましょう、はい、モンスター先生さんからです。はい、森田さんへ、はい、最近名城線で名古屋ドームへ向かうとき、大曽根止まりの、はい、名城線ばかり来てしまいます。どうすればいいでしょうか。はい、知らないよそんななんでここで何か名古屋ドーム行きたいね。でもあれやね、あの大曽根止まりばっか来どうしたらええよ名古屋の人しかわからないのこんなんで、誰が電車のローテ帰れるあれここでワーワー言っても意味ないでしょこれ。どうすればいいのって、もう電話するしかないよ。でもこれはあのなあ、あの名城線でこう電話するしかない。スケールでかいですって。電話して帰れるあれじゃないですから。さあ行きますね。はい、テンションだけはペコリーノさんからです。はい、森田さんこんばんは。はい、森田さんは名古屋に住んでいるそうですが、名古屋のおすすめの場所や食べ物があれば教えてください。名古屋のおすすめの場所か食べ物。はい、大須。大須、ごめんなさいベタですけど大須。大須、はい、大須の神社の横に鳩がめちゃめちゃいるんですけど、いるいる。悩んだ時はあそこに行ってひたすら鳩を見ていてください癒される。本当におすすめ場所ね。おすすめ場所。でも鳩って一番その害を持ってて、はい、あの鳩がの羽とかから出る菌とかが体に入ったら、なんでそういうことを言うんですか結構すごい重い病気にかかったりするらしいよ。いや、なんか聞いたことはありますけど、うん、そんな重い病気なの。鳩ってめっちゃ汚いねんてじゃあ、あの大須の神社汚い。いや、大須の神社でこう鳩乗せてる人とかいるやん、はい、あれもうやめた方がいい。やめましょう、やめましょう。もうこの話ちょっと汚いから。めっちゃ汚いでしょ。やめましょう。そういう話をしてるんじゃないですよ今。どこが平和やねん。ハトが。じゃあ言語来てないですかコメント。見ていきましょう。これ言語が。はい。言語何になるかと思いますかっていうやつで、はい、大迷惑になるっていうか。もっとコンビ名やないか。あ、もっとコンビ大迷惑って言うやん。大迷惑です。はい、だったらいいね。入山。入山？入山。言語なんで入山って名字じゃない普通の、今日も元気にウェンズデイナイトそれおもろいっすねそれも、あ、確かにね、うん、あのネタやってほしいです。あの伝説のあれ見ると元気出ます。なんすか。あ、あの伝説のネタですか。
森田くんがね、あの伝説のネタって何、森田くんがね、その伝説ネタするときはね、あの公開生放送が行えるようになれば、確かに伝説のネタをするのでね、そこでね、披露したいと思います。皆さんそれは、まあ、名古屋のおすすめが大須の鳩店。鳩じゃあ言語どうすんのよ。あ、言語考えよ。僕何1週間考えてきた言語があるんですよ。言語いいですね、はい、平成が終わります。平成終わります。平成終わって新しい言語何になるんでしょうか、はい、こちらてれん、はい、あの過ちから。どういうこと。じゃあだから次の言語はあの過ちから1年、あの過ちから2年、過ちでいいやん。過ち、あの過ちから含みを持たせて。いや、もうあれなんや、もうちょっと文章的なやつになると。ごめんなさい、ちょっと真面目にやります、すいません。じゃあ真面目に考えてきたやつあるんですよ、僕本当に、まあ、これあのさ、俺だけでこれすっごい意地悪やと思うんですけど、はいはいはい、僕だけペン優勢渡されてる。回答できないと。そうです。いやだからさっきめっちゃ急いでたから。そう、僕だけ優勢の、これ気づけへんかったホワイトボード台無しなんですよ。気づいた僕やらないですか。いや、すごすぎますそれ。僕だけスタッフさんが今慌ただしくて、あの水性ペン、やっぱ大丈夫ですよ。赤でもいいですかじゃないんですよ。赤でもいいですかじゃないんですよ。番組中にこんなんあります。つくね屋のネタ良かったな。いや、バイトのネタね。バイトでいろいろやってたんで、まあそう、頑張ってたんやな。だから振ってくるんですよ、だから後輩たちが。言わせねえぞって言われてるね、ほら、ね、ほわ、つくね屋であれ、忘れてる。つくね矢の前説感動したって、そんなんしてた。してました、ね、お前すごいな、いろいろやってんねんな。黒歴史これ面白いな。あれで森田くんの過去がすごい暴かれていくの面白い。そういうコメントじゃないですよ今日。言語要素のコメントでなんで僕の黒歴史が明かされてくる。めちゃくちゃいいやん。いや、黒歴史じゃないよもう。これは全然ちゃんとした歴史歴史ですよこれは。じゃあ言語要素でやってる元気さん、その言語、言語僕はだから、はい、だからあれじゃない、もう何ですか、じゃあこれでしょうか。はい、マドカ。なんでマドカ。なんでマドカ。円一文字。真面目な意味で考える。そう円。はい、ということで全く言語予想が進まなかったです。違うよ、メールが思ってるより来てたからね。そうですね、そのもっともっと嬉しいよね。いや、非常にありがたいことなんですけど、めちゃくちゃメール送ってほしいな次もね。ちょっと僕あの1個だけ、これだけやりたいボケあるんですよ。いや、言うちゃうんやボケって。ボケあるんですよ。あの言語次もうマクドナルドが買収するんじゃないかって思う。いいじゃない。もうマクドナルド1年、うん、次、うん、その生年月日記入欄もうこう昭和平成、昭和大正平成マックの M。 これ1週間考えてきた。いや、はい、面白いね。あ、面白い、面白かったんけど、はい、なんかテンポはちょっと悪かったのか。面白い回答やねんけどな、すごい、はい、いや、まあ、ということでね、今日もここまでやってきましたけども。全然真剣に予想せえへんやんか。違う、なんだこんなになると思わなかった、ほんとに。なんやねん、でか、でかでかってなんやねん。あー、ギャグっすね、僕の。だ、公開収録の時の。じゃあ、公開収録でやるって言ってるのにギャグをここに書く、普通に。森田ギャグとかやんねんな。いや、だからやらされてたんですよ。いや、偉いわ、はい、なんかちょっと感動しちゃった今日。森田がいやバイト先とかでも芸人ちゃんとやってたんやな、はい、いや、まあまあ一応プライベートでも、ね、俺なんてもう一切やらへんかった人やから。あ、もう一切、一切ない。いや、劇場来てください。尖ってるわ。めっちゃ尖ってる。まあさ、ということで、はい、今週も終わりましたけども、はい、こちらメールとワロスポイントで、来週もこのままコメントくれたら嬉しいなと思います。そうですね。で、ログインできるようにしてくれたらコメントできるようになるんですよ、はいはいはい、ゲストでやったら多分できないので、ワロスポイントとか、あ、そのツイッターとか連携させて、はいはいはい、登録してもらえたらできると思うんで。アプリ落とすだけじゃダメってことですね。そうそっから、はい、でみんなでちょっと森田くんをね、僕も協力するので、はい、ちょっとベスト3に入れるぐらいのみんなの力を合わせて、ちょっとほんまにちょっと売れっ子にしたいなと思って、うん、もう目指せ1位、目指せ1位、いや2位になってる。さあ、ということで今週終わりましたけども、ハッシュタグ MM ナイトということで、はい、そのツイッターにね、ハッシュタグ MM ナイトということで感想をそこに書いて、ハッシュタグ MM ナイトと入れてください、はい、まあ僕読めますんでね、全部。なるほどね、はい、はいはい。で、ちょっとね、僕キャッチコピー考えてきまして、それでお別れしたいなと思って、今日森田正也の今日も元気にウェンズデーナイト、最後このキャッチコピーで皆さんとお別れしたいと思います。
それでは、また来週お会いしましょう。せーの、MM ナイト